グラフィープレゼンス。オーブンシティグラフィティ A. O. R. チャンネルのご視聴ありがとうございます。A. O. R. シンガーソングライターの川口です。 「この音楽でダベローは一つのアーティストを深掘りしていくアーティスト入門動画とは別により幅広くライトな内容でもマニアックに音楽の魅力を伝えていくことを目的とした企画です私川口が最近に聞いた音楽や音楽に触れていて思ったことを10分20分程度ダベる内容となっております えー、アーティスト入門動画とは違ってアルバム1枚だけのお話や1曲だけのお話といったライトな内容になりますので、えー、ぜひ何かのお供に片手までお聴きいただけますと幸いです、えー、本日はスティーブ・ガット神のグループというテーマで食べていきたいと思います、えー、AOR 界隈ではもちろん、えー、もう音楽のポップ音楽の歴史を語る上では欠かせないドラマースティーブ・ガットですね、えー、まあガットの名前とかけてゴッド って言われたりする存在なわけなんですけどまあ、改めて彼の魅力について喋っていきたいと思っております、えー、本題の前に2つだけお知らせをさせてください、えー、まずはライブのお知らせになります 12月21日木曜日お茶の水にあるパルトネールというライブレストランにいて、えー、ブッキングライブに出演させていただきます今回私はアコギ弾き語りで出演させていただくのですがシティグラフィティのステージとはちょっと趣を変えまして私のオリジナル AOR をお届けするのはもちろんなのですがレパートリーの中にソウルや AOR の名曲、えー、時には昭和歌謡の名曲などを挟みながら ステージをおお届けしたいと思っておりますえ普段のライブではなかなか披露することのないナンバーもお送りしますのでぜひご興味ある方はお越しいただけますと幸いです普段アコギで弾き語りやることもなかなかないので、まあ、今年からちょっと力を入れ始めてはいるんですがえぜひ、えー、そのアコギもですね結構こうギター少年が、えー なんでギター少年の心に来るようなプレイを心がけておりますので、えー、ぜひ気になった方は遊びにお越しいただけますと幸いですライブのご予約に関しては私のツイッターの DM にてご連絡いただければお席をお取りいたしますツイッターに関してはチャンネルの概要欄こちらの動画の概要欄の方に貼っておきますのでそちらから、えー、フォローしてみてください もう一つはシティグラフィティの知名度向上と AOR の話題作りとして展開しております大人の動揺についてのご案内になります。 えー、誰もが知る童謡などのメロディーをバキバキの AOR やオシャレファンクナンバーにアレンジしていく「大人の童謡」という企画をこのチャンネルで展開しておりますえこちらはただおしゃれメロディーをオシャレにアレンジするだけでなく時には A メロやサビなどをつけてポップスとして完成させられた音源を、えー、投稿していっております、えー、最新作はですね、まあ、最新作といってももう公開したのが1年前と になってしまうのですがメリーさんの羊、えー、あのメーリーさんの羊羊羊ですねあちらのメロディーをアースウィンドンダファイア風にアレンジした メイ、えー・キャントレット・メイリーさんの羊語という作品になります。えー、アース・イン・ランド・ファイヤーは、えー、セプテンバーという曲が有名かなと思うんですが、まあこう、結構ハッピーでかっこいい感じのこうディスコナンバーに仕上がっておりますので、ぜひそちらのディスコであるとか、ファンクナンバーがお好きだという方は、ぜひチェックしてみていただけますと幸いです。 また、こちらの大人の動揺シリーズは音源だけでなく映像にもこだわっておりまして、ただ演奏する様子を映すのではなく、合成技術,技術を駆使して、まるで PV のような仕上がりのした映像,も映像を公開していっております。こちらの映像もご好評いただけておりましてな、んなら音源よりも映像の方がご好評いただけているぐらいなんですけど、え、ー ぜひ映像も合わせてお楽しみいただけますと幸いです。えー、その他、キャントレットメリーさんの羊のゴー以外にも、えー、もうこれまで15作品ぐらいですかね、公開しておりまして、まあ、再生リストなどもございますので、ぜひ概要欄の方から、えー、チェックしてみていただけますと幸いです。こちらの動画の最後にも、えー、作品のリンクを貼っておきます。 えというわけで本題に入ってまいります。えー、本日はスティーブ・ガット神のグルーブということで、スティーブ・ガットのドラムについてのお話になります。えー、冒頭にも申しましたが、スティーブ・ガットというドラマーは、ま、あ もうこのチャンネルをご覧になっていただいている方は、まあ、この AOR とか好きな方が多いと思うので、まあ、そういう方にはもうすでにもうご存知というか、もう大有,有名すぎる、もう今更言うまでもないぐらい有名な方だと思いますし、ドラムをやっている方はもう必ず最初の方に触れる、えー、達人のアーティスト、達人のドラマーなんじゃないかなと思っております。で、まあ私も当然大好きでしてですね、まあ あの彼の参加している作品は結構こうなんかクレジット見て彼が参加してたらとりあえず聞いてみようかなとえチェックしてしまうようなそのぐらい好きなドラマーであります。でまあそのガッドというねお名前からまあゴッドとかけてもうなんか神のグルーブなんて言われたりするわけなんですけどえ改めてちょっと今日はスティーブ・ガッドのドラムの魅力についてまあプレイの特徴とか個性についてですね少し喋っていきたいなと思っております。 え、まあ、これをですね、スティーブ・ガットのドラムについて食べろうと思ったきっかけなんですけど、ちょっと直近にですね、アルジャローのーシンガーさんですね、アルジャローのブレイキングアウェイという作品を聴いておりました。80年代前半の作品ですよね、ジェイ・グレイドンという、これまた AOR 界隈では有名なプロデューサーなんですけど、まあ、彼がプロデュースしている作品になります。で、このアルジャローの作品で一番売れたんでしたっけね、このブレイキングアウェイという曲は。 まあ、あの曲も歌も演奏もトータルの流れも本当に火の打ちどころがない大名盤なんですよね。このグレイドンの AOR 作品ってこう朝に合う作品なんか朝に合うイメージの作品が多い印象なんですけどこのブレイキングアウェイもここ2ヶ月ぐらいもう毎朝のように私聴いておりましてもう本当に久々のこう大ブームのアルバムというような感じなんですけど素晴らしいですよねもう本当に火の打ちどころがないです。で 何か余談なんですけど80年代前半のグレイドン作品ってハズレがないですよねこうもう本当になんか外れないっていうかこう向かうところ的なしかありますよねなんかもう本当にこの火の打ちどころがない作品を立て続けに連発してるみたいなあのディオン・ヌ・ワーウィックの「フレンズ・イン・ラブ」とか。 まあ、あと80年代前半じゃなくて、70年代後半だったかとは思うんですけど、あのー、マンハッタントランスファーのエクステンションズとかですね、あのあたりとかはもう本当大名盤と言われるのが立て続けにリリースされてますよね。素晴らしいグレードの作品です。で、まあ、このブレイキングアウェイに戻すんですけど、話を。<laughs> この、ブレイキングアウェイってほぼほぼスティーブ・ガットがドラムを叩いてんですよね。確かなんか一曲以外は全部とかなんですかね。えー、実に素晴らしいんですよね。 もういわゆるガットフレーズ、もう彼の個性的なシグネチャーリックですよね、それも随所に出てきますし、まあ、その曲の軸となるビートもガットグルーブが存分に発揮されていて、スティーブ・ガットファンなら聴いておくべき作品なのかなと思っております。まあ、プレイヤーとしての個性が存分に際立ちつつ、それが楽曲を生かすためにしか働いてないという、最もウィンウィンな形で、こう、なんかと、とられているものじゃないかなと思っております。 まあそんなドラムアルバムっていうんですかねなんかギターアルバムっていうからドラムアルバムって言い方をしちゃうんですけどドラムアルバムとしても素晴らしいこのブレイキガーウェイなんですけどそれを聞いていてまあこのスティーブ・ガットのドラムの素晴らしさをについて喋りたくなったのでちょっとダベっていこうと思いますあの過去にエリック・クラプトンの入門動画を出していてそこでもうスティーブ・ガットの素晴らしさに少し触れているんですが今日はより掘り下げてダベっていきたいなともう本当大好きなドラマなんでね えー、ダメっていきます、えー、まず打音についてなんですがまあ一言で言うとふくよかですよねこうす。まあ楽器ごとに見ていくとスネアは湿り気ある面の音と銅ナりがしっかりある、まあ、個人的には一番好きな音になります。やはりこう銅鳴りは欲しいんですよね。なんか面の銅、ね、ナりが薄いカンカンした音とかもドラマとか結構多い,いと思うんですけどあんまそれよりもやっぱこういうズドーンっていう感じの響きが。 あるドラマが好きです、まあ、これまでドラマのなんかあのダベリをいくつか投稿してると思うんですけど全部なんかどうなりがしっかりなってるとかなんかいつも言ってるんですけど、まあ、やっぱそういうドラマが僕は好きですねでまあ面の打音についてもカンカンならずに湿り気を多く感じる音なんですよねでこれはなんかよくわからないんですけど多分少しチューニングも低めなんですかね多分そんな気がしてるんですけどどうなんでしょうかドラマーの方もしわかる方いれば教えてくださいで タムですね、まああのー、太鼓ですよねタムもふくよかなうなりがあって、まあ、こうトゥーンって感じの音で、個人的には一番好みの音ですね。軽く叩いていても、こう太鼓全体が鳴っている感じがする音だと思います。で、まあ、その響きもあるからなのか、そのすごく弾んだ音がしてて、シンプルなフィルイン、タ、まあ、ト,トトンみたいなフレーズですよね。そういうのを 叩いててもすすごくこうグルブが際立ってるんですよねやっぱこう弾んだ感じがするから。なんでもう本当ね、打音だけでグルーブさせられる音だと思っております。で、あとはキック、バスドラムですね。こちらもタムと同様でこう、まあ、どちらかというとこうボタッとした音ではあるんですけど、まあ、前に押し出すっていうよりかは、拍を刻めつけるような、こう落ち着きのあるちょっと重ためなズシーンって感じの音ですよね。ガットのキックは。 で、あとはハイハットですね。あの、ま、チチチとなる部分ですね。少し。こちらはハイハットは少し音化が長めですよね。だから、スティーブ・ガットってこう、タイトなドラマーってイメージってあんまないんですけど、個人的には。ま、あそれはやっぱこのハイハットの音がチッチッチッチっていう短めの音よりこう、シャン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 ってこう、ちょっと長めの音で叩いてるからっていうのも要因だと思います。なんかこう、バシャバシャした感じなんですよね。結構、ロックドラマーとか、 でだとなんかこういう長めの音かなアプローチとかも多いかなという気はするんですけどどうでしょうか。まあイアンペイスとかね。まあい,いや。えー、でまあそんなダウンによる個性も大きいと思うんですけどまあ本当に、ね、ダウンだけでガットっぽいってなると思うんですよ。でまあそれも大きい個性の一つなんですけどやっぱりガットってタイム感も個性的だと思っております。こう一拍を大きく取っている感じがすごくあるんですよね。 実際少し後ろにもたっているタイプのビートの方だと思うんですけどスティーブ・ガッドの場合はさらにこう音のスピード感がテンポよりも遅いように個人的には感じておりますこの音のスピード感も白を目いっぱい感じている印象を与える要因なのかなと思っているんですがどうでしょうか こうやはりこうビートを聴いただけで彼だと分かる要因の一つはこの音のスピード感って部分にあるのかなと思っております。まあ、そあとはタイム感ですよね。であのミシェル・ペトルチアーニっていうジャズピアニストフランスのねあのなんかちょっと体に障害のある方なんですけどそのすごくもう本当ピアノの名手としてフランスのなんか国宝級のアーティストの方なんですけど、まあ、その方のですねあのブルーノートってのなんか ライブ版があってそこに参加してるのがドラムで参加してるのがスティーブ・ガットなんですよねでベースでアンソニー・ジャクソンっていう人がいて、まあ、トリオ編成でやってるライブ版があるんですけどあれも私結構好きでよく聞くんですけどあれもやっぱガットってわかりますよねまあなんかあのドスタンダードなスイングだけじゃなくて結構こう本当普通のなんかビートっぽいこともやってたりはするっていうのもあるんですけどただやっぱこうスイングビートみたいなことやっても彼っぽさが出てるんですけどやっぱその フィルの発想とかね、打音自体にも枯れっぽさがあるんですけど、やっぱりそれよりもなんていうかタイム感に個性が出てる気がするんですよね。まあその <laughs>、今言ったそのスイングの普通のワン、ツー、ワン、ツーの4ビートっていうんですか、ああいうなんかライドでやりながらハイハットでツー、フォーで刻むみたいな、ああいうのでもなんかガッドっぽさを感じるのは、やっぱそのタイム感があるからかなと思っております。でちなみに、ペトルチアーニの流れでの話なんですけど、 こうあのジャズ専門の方から言わせるとスティーブ・ガットのドラムってあまり評価が高くないみたいなんですよね。えーまあ、ちょっとよくわかんないですけど、でまあ、個人的な勝手な推測なんですけど、まあ、おそらくそれってこう彼特有のスティーブ・ガット特有のこうもたりがあるからなのかなと勝手に思っております。 なんつうかそのコンボ系あの小編成でやる5人ぐらいクインテットとかカルテットですよねとかでやるスイングって基本的にこう前のめりなグルーブが多い印象なんですよねなんかもうほんとつ,つんのめりながらこう前に前に転ばないようにどんどん前に走るみたいな感じのそういうグルーブな印象があるんですけどでまあそれと比べるとやっぱガッドスティーブ・ガッドってこう引きずるグルーブなタイプの人なんでなんか やっぱそこがちぐはぐな印象を与えるのかなみたいな気がしております。個人的にはなんかコンボ系よりもビッグバンド系のスイングはハマってる印象なんですけど、どうでしょうかなんかビッグバンドのジャズの方がなんかポップスよりっていうかこうブルース的なナンバーも多くて、なんかその関係もあると思うんですけど、こうなんかゆったりしたグルーブの方が、ゆったりしたグルーブの印象があるんですよね、ビッグバンドは。<laughs> ま,まあまあ個人的な感覚ですけど、まあまあまあ、バディリッチみたいなのもある,あるけど。 まあ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 個人的な偏見です。でまあ少なくともポップスだと少しためのあるグルーブの方が入るのかなと思っております。でまあなんだろう例えばそのスティーブ・ガットの叩いたビートでいくとある同じアルジャローの作品であのスペインってあるじゃないですかチック・コーリアのあれのサンバだかラテンのビートもそうですけどなんか 多分スティーブ・ガットってそのジャンルがうまいっていうよりはなんかポップスの超半宙を超えずにその音楽特有のグルーブを混ぜるのがうまい人なんじゃないかなとは思ってるんですよね。この溶け込ませがうまい理由としてはやっぱりバックビートとしての強調感があるからバックビートっていうのはあのいわゆる2-4を,2を意強調した、まあ、いわゆるドンタンドドタンですよね。えー、なんですけどやっぱそこの2-4にこうちゃんと集約されるこうもたり具合があるから えー、それが強調されてポップスっぽくなるのかなと勝手に思っておりますまあ細かいねハットハ,イハイハットワークとかは本当に曲線的に流れるように繋がってるんですけど、まあ、その中で24拍のスネアが少しこう引きずってるからバックビートとして生きている気がするとまあそんな感じですもちろんその引きずり方もそのハイハットとかで作ってきた曲線も崩さないように引きずっているから素晴らしいんですけど16部のバラードとかでなんかすごく生きてくると個人的には思ってますやっぱりこういう 絶妙な引きずり方っていうのは <laughs>。ごめんなさい、ちょっとまた相変わらず、なんか鼻の調子が悪くて鼻が詰まってるんですけど <laughs>。で、えー、お聞き苦しいんですが、おご了承ください。ご勘弁くださいか。まあいいや。えー、で、スティーブ・ガットのグルーヴを語る上で、個人的に特筆したいのが、 こう点で線を描くのがすごくうまいなと思っていることなんですよねえ。この少し前に投稿したラジオでも、なんかそのグルーブについてひたすら喋るっていう、なんか30分ぐらい喋ってる投稿があるんですけど、そのグルーブは点を線でつなぐことだ的な話をしたんですよ。で、スティーブ・ガッターは特にこれが顕著かなと思っております。 で例えばその8部でタムをたたくだけのフィルとかが本当に気持ちいいんですよね。こう、ワン、ツー、サントントンとかそういうトントンだけですごく気持ちいいと。えー、それまでつないできたこうビート感を崩さないんですよね、そのトントンで。で、まあ、今回のアルジャローのそのブレイキングアウェイの冒頭曲で、クロスアートゥユー・アイズっていう曲があるんですけど、もうこの曲はその頻繁に8部のタムのフィルが入っていくんですよね。タタトンっていう、まあ、タタトン。 スネアとそのタムを使い合わせて16分8分みたいなフィルが入るんですけどでこのフィルってやっぱ基本的にビートを止めて入れざるを得ないので頻繁に入れすぎるとグルーブが崩れる可能性があるわけなんですけどまあこの曲でのフィルは全然邪魔にならないし曲のスパイスとして本当にいい方向にしか働いてないんですよねなんか本当ビートの合間に入れてるフィルとかもあるんですよなんか細かいビートやってる間にトーンって一緒に入れるみたいなこともやってたりはするんですけどそれが全然崩さないんですよねグルーブを でまあそもそものビートもハイハットやゴーストノートの動きを多めな細かいことやってるんですよその今のクロスアトゥーエイズっていう曲ではでその中でまあ今言った通りその曖昧に瞬間的に8分のフィル入れたりとかもしてるんですよねでそれで崩さないからすごいとまあもちろんそもそものアレンジの素晴らしさもあると思うんですけどねでまああと少し逆のことを言うんですけどグルーブを崩しはしないけどこうフィルインで間を開ける ってアプローーチも結構スティーブ勝手ありますよねあのドラムソロの時とか結構顕著だと思うんですけどめちゃくちゃ音詰めた後に最後にドン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 とかそのなんかワンツーワンツースーフォーとか言ってまたビートに戻るみたいな,なんかそういうアプローチやったりするんですけど意外とフィルインでもいきなり間を分けるみたいなアプローチやったりするんですよね。なんか トロロロロロ3、4みたいな、なんか <laughs> 伝わってんのかな。<laughs> あの曲を聴いていただければわかるんですけど、なんか3拍目までいっぱい詰めるんだけど、3、4だけ4分音符でトントンみたいなことをやるみたいな。で、やっぱそういう風に音が詰まってた中から、一瞬音を抜くから、こう、ハッとするんですよね。こっちも聴いてる、こっちも。でやっぱそういう、なんか抜き差しをコントロールしたアプローチっていうのもすごいあるんですよね。で、まあ。 1> あのー、今1曲目だけの話でひたすらこう盛り上がってしまったんですけど、まあ、結構そういう1曲目だけでも本当ねそういうアプローチがろいろいろ聞けるのでぜひその「Crossout Your Eyes」という曲だけでも聴いてみていただきたいと思うんですけど「まあ、Breaking Away」という曲全編に通しても本当はですねあのガッドフレーズの嵐ガッドのシグネーチャーリックの嵐っていう感じなんですよねで、まあ、あのちょっと今フィールインとかの話したんですけど 改めてその冒、あのちょっと少し全体にわたっての、そのガットの活躍をちょっと食べていきたいなと思うんですけど、まあ、まず冒頭曲だったら、そのイントロからもう彼らしいんですよね、16、イントロが16部のハイハットの刻みで始まるんですよ、つく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 。 で、まあ、あいまいまにタムをドーンって入れるんですけど、それがもう、それだけですでになんか、スティーブ・ガットなんですよね。16部のハイハットの刻み、さっきの音の長さがちょっと長めな刻みっていうのもそうだし、そのタムのドーンっていう打音もやっぱりガットらしいんですよね。もうやっぱガットって言ったらタムだと思ってるんですよ、個人的には。で、B メロではさっき言った、その細かい動きの中にタムを入れるってアプローチしてたりするんですけど、もうその、細かいビートがですね、なんか、スティーブ・ガットのもう、 得意お得意のアプローチで、右手でライドシンバルを叩きながら、左手でハイハットを叩くっていう、なんか普通のドラマーじゃやらないアプローチをやってるんですよね。で、なんか、なんだろう、多分裏打ちで、なんかね、んなんだなんか、そうそう、8部の裏打ちを右手でやりながら、左手では16部の裏を入れるみたいな、なんかもう頭がごちゃごちゃしちゃいそうなアプローチをやってるんですよ。で ちゃんと2、4のスネアも1人で入れるっていう、なんか多分右手を瞬間的にスネアに持ってきてると思うんですけど。で、まあ、ななんかこのアプローチってスペインでも同じアプローチしてますよね。<laughs> あの、もう本当、なんか最初聞いた時本当何人でやってんだろうって思ったんですけど、1人でやってんですよね、あれちゃんと。で、まあ、あとは、この曲はフィルインも得意な、こう、タットロロっていうやつですよね。といったフレーズが聞けます。あれはなんかパラディドルってやつを入れてるのか知らないんですけど。<laughs> まあ、 あとはあれですよね。スネアのロームからタムを叩くフィルですよね。タララタトントンっていう。このフィル、私すごい大好きでしてですね。本当に流れるようなフレーズなんですよね。あのクラプトンのライブでも、ライブ版でも聴けるんですけど、本当に気持ちいいフィルだと思っております。で、まあ、1曲目でかなりこうドラムアプローチに引き込まれるんですけど、曲も素晴らしいんですけどね。 えー、2曲目の続いて16部のバラードが出てくるんですけどもやっぱこれもねビートがガッとって感じなんですよねもうここでもスネアロールからのタムのフィルトロロットトントンってやつですねが出てくるんですけどやっぱスネアのロールがちゃんとテンポに合ったロールなんですよねその粒の細かさっていうかがそんな感じのやつがまあプロなら当たり前なのかもしれないんですけどやっぱそういう本当曲のビートに溶け込むフレーズをちゃんと入れてくるっていうのは素晴らしいですよねでやっぱもう16部の ビバラードのビートなんで、もうガットのグルーヴが生きるんですよね、ただのあのビートでも。で、3曲目はこうミドルシャッフルなこうノリのいい、心地いいナンバーがあるんですけど、これリムショットが出てくるんですけど、もうこれも本当スティーブ・ガットって感じなんですよね。もう素晴らしい。やっぱね、このリムショットが。 なんか歌って歌ってはいるし歌ってるしただなんかジェフポーカルとかとはまた違うんですよねなんかやっぱグルーブ感が強いんですよねそこがなんか個性だと思うんですけどでまあサビで入ってくるタムもやっぱガットって感じなんですよねで途中こうなんか大サビとかでなんかパラディドルっていうテクニックを使ったフィル,フィルが入るんですけどもうこれはスティーブ・ガッドの先輩特許なんですよねなんか よく、よくそこでこのパターン入れてくるなみたいな、こう、なんか、普通だったら発想が湧かないようなフレージングをしてくるんですけど、それでも曲の雰囲気を崩さないっていう、すごいフィルインを入れてくるんですよ。素晴らしい。もう本当に素晴らしいです。で、続いて4曲目には、こう、サンバーとかラテン調のイージーって曲が来るんですけど、まあもうここら辺も、やっぱスティーブ・ガットのね、スペインで聴かせたようなアプローチが聴けると。でも、あくまでポップスなんですよね。 まあさっき言ったそのライドとハイハット合わせたこうなんか何人で叩いてるのか分かんないアプローチが炸裂しております。とまあまあこんな感じで片面多分ここまでであれなのかなえー A、面とかなのかなと私ちょっと CD で聴いてるんであんまよく分かんないんですけどえー、まあこの片面だけでも、えー、で <laughs> 存分に素晴らしいんですけどまあもう後半も全然素晴らしいんですよねもう最後まで本当にもう引き込まれて終わるっていう そんな素晴らしい作品です。あのー、表題曲、この Breaking Away っていう曲があるんですけど、それだけはジェフ・ポーカルが叩いてるんですけどね。だなんか、あの、マンハッタントランスファーのなんだっけ、You Can't <ん> can Do About Lasting You Can Do About It とかっていうねあの代表曲の,あのエアプレイとかでもやってる曲があるんですけど、あれに、もうあれを多分元にしたであろう B とかの曲なんですけど。 まあこれはね、ジェフ・ポーカルが叩いていて、これも素晴らしいんですよね。もうなんか本当、ポーカル <laughs> 失礼、ポーカルらしい歌心が出てくるんです、出てるんですよね。なんかフィルインとかもやっぱね、そのなんか歌い回しが違うんですよ。同じタタタンとかっていうのもね、ここら辺はこういうなんか違いを感じるのも面白いのかなと思っております。まあまあまあ、とにかくね、このブレイキングアウェイっていう、 本当作品素晴らしすぎるので聞いたことのないという方はぜひぜひお聞きになってみてください。特にドラマーの方は本当ね全部全曲一回聞いて本当に損はないと思いますし本当なんか教科書だと思います。ポップスのポップス、それなんかグルーヴ系ポップスの教科書だと思っております。 まあ、あとは、あの、さっき間に話した、こう、ミシェル・ペトルチアーニのライブ版も,もですね、あとはクラプトンの参加作品とかも僕はすごい好きですね。あの、ライディング・ウィズ・ザ・キングっていうブルースアルバムとかもすごいガッドのグルーブが生きてる作品なんで、ぜひぜひ、えー、気になった方は聞いてみていただければと思います。あの、このチャンネルで過去にエリック・クラプトンの 入門動画を投稿しておりましてそちらでちょっと詳しく喋っているので気になった方はそちらも見てみてください、えー、というわけで本日はスティーブ・ガットの個性と素晴らしさについて述べましたそれでは次の動画でお会いしましょうご視聴ありがとうございました